群馬の由美子です。今日は2023年7月8日です。昨日 JAL123 便の動画を作ったんですが、いつも音が小さい、声が小さいっていう評判が悪いんですけれども、あのフィモーラというですね、動画作成ソフトに直接昨日は吹き込んだので、ちょっといつもと違うやり方をしたので、今日はいけるだろうと思ってね、アップロードしたんですが、またすごい小さい声でね、また怒られそうな感じで、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけども、それなんでね、今日はまた違う方法で iPhone のボイスレコーダーに吹き込んでおります。成功するでしょうか。あのね、今日はね、エホバの証人の話をしようと思って。この間ね、エホバの証人の人が訪ねてきたんですね。ピンポーンって。で、出ましたら、初老の紳士で、男の人一人でね、珍しいなと思って、応対したんですけども、その人が言うには、今度、王国会館っていうんですか、あそこで、まあ、なんか集会があるのでどうぞ来てくださいっていう感じでね。でだけどその方がね、なんとかですっていうか名字を言うんですけど、そのエホバの証人の〇〇ですって言わないんですよね。でどちらの新井さん、どちらの〇〇さんですかって、聞いたら、やっとね、エホバの証人ですって、あ、そうですかってね、所属を言ってくださいって言いました。で、まあそういうご用件 で、あ、そうですかって、今その方が言うには、今こういう、世の中が不安定な時期ですから、ぜひ、まあ、こういう話を聞きに来てくださいっていう、そういうことでね、ご案内だったんですけど、不安定な時代と言われると、もう私なんかはね、こうモリモリっといろいろ言いたくなっちゃいまして、そうですよね、エホバの証人のね、証人もどういう上にどういう組織があるんですかねとかね、言い始めちゃって、私が何のことですかってこの人が言って、ほら、統一教会とかでも下に幸福のなんとかとか、賛成なんとかっていう、政治政党がねあったりして、なんかつながってるみたいなんですよって、そういうのが最近分かってきてというような話をして、だからお宅のエホバの証人も上に誰かなんか別の組織があるんじゃないですかなんて、で、いや、そんなことは聞いたことがないっていうような感じでね、おっしゃってましたけど、でも幹部の人たちは知ってるんじゃないですかねなんて。で、私、良心の危機っていう本を昔読みましたって、それね、エホバの証人の幹部だったアメリカ人の人が暴露本を書いちゃったんですね。なんか仲がひどいって言うんでそれなんかね、500ページぐらいあるねすごい分厚い本なんですけど、私昔暇な時に読んだんですよね。で、うわー、恐ろしいなと思って、で、その良心の危機っていう本ご存知ですかなんてエホバの証人の人に言っちゃって、いや、知らないっていう風でしたけ どう、マスクしててね、表情が分かんないんですよね。それお読みになったらいいと思いますよと、そのアメリカのね、本部の話なんて日本にいたらあんまりわからないでしょうと、そういう本がありますからお読みになってくださいって、すごい勧めておきました。でね、そう、そのマスクしてるからね何だったかな、まあ、その人はね、そんなこんなこと言ってすいませんねって私も一応ね、愛想で言ったんですけど、その方が、いや、でもこんな風に何か物事をね考えてる方っていうのはあんまりお会いすることがないので嬉しいですみたいなことを言ってくださってね。で、
そうなんですよ、皆さん何も考えてなくてねみたいな、ちょっと盛り上がってきちゃって、私もで、そのマスクですよって、あなたマスクしてらっしゃいますけど、それ2時間おきに交換しないとすごい汚いんですよとかね、まあ、そういうのお味になったらどうですかって、まあ、珍しく私もね、普段はそんな人にそういうこと言わないんですけど、まあ、こういう縁のあった人にはね、ちょっと言ってみてみたんですよ、その日はね、でそしたらその人が、あ、まあでも普段はしないんですけど、こういう時はその知らない方に会う時は相手の方がどう思うか分かりませんからって、そこですよって、相手がどう思うかじゃなくて自分がどう考えてるかっていうことを表せた方が、表さないといけないでしょって。でしかもあなた宗教をやってらっしゃる、信心してらっしゃる、そういう方は心が強いから、これはねもう科学的にもうマスクはその何の意味もないと、汚いばっかりであるということが分かってるんだから、そういうのをちょっとお調べになって、でそれで自信を持ってマスクしないでこうやって訪問されたらどうですかと。大体宗教家の方っていうのはやっぱり人々を啓蒙するっていう、そういう使命があるでしょなんてね、熱く語っちゃいまして、そうそうね、うん、そうかなっていうような顔をねちょっとしてましたね、その人で。だからもう子供なんかはね、もうずっと3年間もマスクしろマスクしろって言われて、もう心がおかしくなって、心っていうか脳がね、脳がおかしくなっててね、なかなか外せないんですよと。大人の人が外してやんなきゃ子供は怖くて外せませんよって。だからあなたのような立派な宗教を信じしてらっしゃる方が率先してマスクしないで堂々とお歩きになってくださいっていうようなことをね言いました。ちょっと久しぶりにね偉そうになんか説教ね、知らない人に、しかもおじさんに説教してね、まあまあでもね、それぐらい言いたいですよ私は、まあ、そんだけマスクしないでね、ずっと私コロナの間も何言われようとブイブイ頑張ってきたんです。もうこういう機会があるときは言わせてもらいたい。まあそんなんでね、皆さんも、まあ、マスクまだなんだかしてる人は外して、酸素を取り入れてね、頭をすっきりさせて、そしてまた人々に、マスクしてる人々にマスクは良くないよ、いろいろね教えてあげてほしいなって思います。うん、この草の根の啓蒙活動ですね、頑張っていきましょう。じゃあまた。